ジョン・レバレットはイングランド植民地の政治家、商人、軍人であり、マサチューセッツ湾植民地の総督を務めた。イングランドに生まれ、10代の時にマサチューセッツに移った。植民地で指導的な商人であり、軍人としても仕えた。1640年代にイングランドに戻って、イングランド内戦で戦った。植民地では、 キューリタンの正当的厳格さに対して反対した。植民地の政府はイングランド王室と政府の権限内にはないと考え、政治的に強硬路線を取ったので、1684年に植民地の認証が取り消されることになった。その事業と軍隊における行動は時として混ざり合ったので、植民地人の中には好ましくないと見る者も,もいた。しかし軍隊では人気があり、 1673年から死亡した1679年まで連続して総督に選出され続けた。フィリップ王戦争では植民地の行動を監視し、現在のメイン州の土地の権利を買収することで領土を拡張した。ジョン・レバレットは1616 16年7月7日にイングランドリンカンシャーのボストンにあるセントボトルフ教会で洗礼を受けた。父は トマス・レバレットであり、教会のピューリタンボクシジョン・コットンと親しかった。父は、教会の長老の一人として奉仕した。母のアン・フィッシャーについて、夫との間に16人の子供を産んだこと以外、何も伝わっていない。ジョン・レバレットの少年時代についても、1633年に、新世界に向けて、家族と共に旅立った時より前については知られていない。 1630年代初期までに、レバレットの父は、ボストンの調整委員となっており、現在メイン州となっている土地のウォールドパテントと呼ばれる、払い下げを、プリマスニューイングランド委員会のジョン・ボーシャンとの、共同で受けていた。レバレット一家が、マサチューセッツ湾植民地に到着した時、やはり、ボストンと呼ばれたその首都に入植した。レバレットは1639年に、 ハンナ・ハドソンと結婚した。1640年に息子のハドソンを生み、1643年に死んだ。1640年、エバレットはフリーマンとなった。1639年、エバレットはマサチューセッツ方兵中隊に入隊した。この中隊は植民地のピューリタン指導者層の正当性に同意しない人々にとって重要な関心事項だった。 レバレットも含めて、その指導的メンバーの多くが、宗教的異端者に対する植民地の弾圧に反対した。そのメンバーは公益にも携わっていた。レバレットは公益事業で、エドワード・ギボンズやロバート・セジウィック少将と共同事業を行うことが多かった。例えば、ギボンズとはある船の部分所有者になっていたが、その船はバージニア海岸沖で失われた。 軍事部門の指導層と商業的利益が混ぜ合わさることで利益の紛争につながることもあった。1640年代、ギボンズはジョン・ウィンスロップを説得し、フランス領アカディアの総督、シャルルド・ラトゥールのシャルルド・メヌードールネートの紛争を支援するためにマサチューセッツの志願兵を募ることを認めさせた。ギボンズはこの支援と引き換えにラトゥールと交渉して、 ハイタ的貿易特権を取得し、レバレットはフランスとの優先的貿易特権を確保できた。1644年頃、レバレットはイングランドに渡り、イングランド内戦でオリバー・クロムウェルに味方する議会派軍で戦った。トマス・レインズ・バラの騎兵隊で指揮を取り、功績を上げたと考えられている。1645年にマサチューセッツに戻ったが、 翌年には再度イングランドに渡った可能性がある。レバレットは1645年にロバート・セジウィックの娘サラと結婚した。この夫妻には12人の子供が生まれたが、そのうち6人のみが成人した。レバレットはイングランドで過ごした間に宗教的に寛容さが必要になるという概念を持つようになった。その考えを政治的に追求し、 マサチューセッツの保守的なピューリタン指導層の反対に直面することが多かった。彼らはその狭い見解に合わない宗教観に反対していた。レバレットはニューイングランド教会の正当性を謳ったケンブリッジ公領に反対し、マサチューセッツ議会の副議長になった時には、ピューリタンにとって異端となる個人を罰することに反対した。 この綱領を採択した1648年協会会議について、ジョン・ウィンスロップはイングランドから遅れてやってきた者たちは、その決議案に強く反対した、と記していた。レバレットは1640年にフリーマンになった後で、地元政界で活動的になった。1642年、レバレットとエドワード・ハッチンソンがナラガンセット族首長。 ミアントノモーとの交渉のために外交施設として派遣された。これは土地のインディアン部族すべてがイングランド人開拓者に対する戦争を仕掛けようとしているという心配がある中でのことだった。ミアントノモーがボストンに来てウィンスロップ総督に対し彼らが聞いた噂は根拠のないものであることをわからせた。レバレットはその後の政権における 外交任務についても招聘されることになった。レバレットはイングランドから戻った後に、その政治的活動を再開した。1651年には、植民地の議会における、ボストンの二人の代表の一人に選出され、短期間だが会議長を務めた。1650年代と1660年代を通じて議員をごき務めた。レバレットは、植民地民兵隊で人気ある。 指揮官であり、植民地の民兵法によって異常な事態に陥ることもあった。植民地はその民兵中隊の大きさを制限することに決めており、その士官は一つの地位のみを占めることに制限されていた。1652年、エバレットがサフォーク軍騎場中隊長である時に、ボストンの不評中隊の一つや、マサチューセッツ砲兵中隊の隊長にも選ばれることになった。 植民地の判事は、レバレットに規則の例外を認めることを拒否し、ボストンの地位を諦めることを求められた。砲兵中隊については民兵を統制する規制から除外されていたので、その中隊長を合わせて就任することは認められた。ジョン・エンデコット総督1652年、ジョン・エンデコット総督が、植民地の北側協会を決めるために調査隊を派遣した。その協会は、 植民地認証でメリマック側の北3マイルと規定されていた。その調査隊はメリマック側の北限が現在のニューハンプシャー州ウィニペスオキーコと呼ばれる場所の近くにあることを見つけたが、これは実際には誤りだった。この井戸を東西に伸ばした境界線は現在メイン州の南部となっている小さな開拓地を多く含むことが分かった。エンデコットは レバレットを数人のコミッショナーの一人として派遣し、植民地政府にこれら開拓地を含められるよう交渉させた。その結果は、ヨーク軍の結成ということになったが、後にメイン州ヨーク軍となった。レバレットはこの時や、その他の公式訪問の結果として、メインの土地の開発に興味を抱くようになり、そこのかなりの広さの土地に投資し、父から相続した土地を超えるようになった。 1655年、レバレットはイングランドにおけるマサチューセッツ植民地の代理人に正式に指名された。アカディア統治の機関との重複があるので、いつ実際にイングランドに行ったかは不明だが、その職を1662年まで務めることになった。1650年代、これはクロムウェルが五国教であった時代だが、植民地は内乱の時代に、 レバレットとクロムウェルの間に培われた関係の恩恵を受けることになった。特にクロムウェルは植民地の商人に対して1651年公開法を強制する手段を取らなかった。また、植民地の宗教的異端に対する抑圧的戦術について苦情を見逃していた。植民地の宗教に対する極端な姿勢については、レバレットが 個人的に反対していたにもかかわらず、このような問題が起きていた。エバレットが国王チャールズ2世からナイトに上されたという説は文書化された形でしっかりとした根拠が見られない。1651年、イングランドとオランダが戦争に突入した。この知らせが新世界に届いたのは1652年であり、ニューイングランドのイングランド植民地にはニューアムステルダムのオランダが 地域のインディアンすべてにイングランド植民地に対する戦争を仕掛けるよう、そそのかしているという噂が流れた。レバレットとロバート・セジウィックは二人とも、もしオランダが競争相手として排除されれば、その攻撃については大きな利益となると考え、ニューアムステルダムに対して軍事行動を行う、ヨーロビー活動といった。 ただしサイモン・ブラッド・ストリートのような宗教的に重要なものはそれに反対した。ニューアムステルダムの総督、ピーター・ストイフェソントが、ニューイングランド植民地の代表団をニューアムステルダムに招き、事態を検討させた。レバレットは1653年に派遣されたコミッショナーの一人であり、そこにいる間に植民地の防衛について注意深いを発言をしていた。 ニューヘイブン植民地はオリバー・クロムウェルのイングランド共和国政府にオランダからの脅威に対する支援を請願した。これをレバレットが支持し1653年にセジウィックと共にイングランドに行って戦争に向けた植民地の立場について圧力をかけた。オリバー・クロムウェル、レバレットはクロムウェルと 良好な関係を築いたクロムウェルはセジウィックにニューイングランド海岸の軍事指揮官としての地位に任命し、セジウィックとレバレットに幾隻かの船と兵隊をつけて派遣し、オランダに対する戦争を起こさせることにした。この戦隊はレバレットが指揮するニューイングランド人500名によって補強されることになっていた。1654年にニューイングランドで軍隊が立ち上げられた時までに、 イングランドとオランダの間に和平が結ばれることになった。セジウィックは、その民間を受けていた利点を生かし、オランダの代わりに隣接するアカデアのフランスに対抗することにした。アカデは、イングランドの船舶を餌食にしている、私略船の母校だった。セジウィックは1654年7月に、アカデアの主要港である、ポートロイヤルとペンタゴートトリデを占領した。セジウィックは、 そこの軍事指揮をレバレットに任せた。レバレットはノバスコシアを3年間統治し、1657年5月に指揮権をトマステンプル教に渡した。この期間、レバレットとセジウィックは事実上、フランス領アカディアの貿易を独占して利益を出し、植民地の中にはレバレットのことを作主的非和り主義者とみなす者も,も出てきた。 レバレットは占領のための費用の大半を自費で賄っており、その代償をクロムウェルの政府に請願した。クロムウェルは支払いを承認したが、植民地がレバレットの財政を監査することを条件としており、それが行われることはなかった。レバレットは1660年の王政復興後も急償の請願を続けた。1663年から1673年、 レバレットはマサチューセッツ民兵隊の少将となり植民地議会の副議長あるいは補佐官に繰り返し選ばれ続けたこの期間ボストンの防衛を強化する工事を監督したニューハンプシャーとメイン南部の問題を解決するために再度派遣されたそこでは開拓者がマサチューセッツの支配に抵抗し役人を逮捕するようなことが起きていた1660年に イングランド国王チャールズ2世がイングランドの王座に返り咲いた後、イングランド領植民地はすべてその直轄下に入った。1665年、チャールズは4人のコミッショナーをマサチューセッツに派遣した。彼らはチャールズが1662年に植民地政府に当てて発送していた文書で要求していた条件について植民地の合意を取るよう指示されていた。すなわち、 宗教についてはより寛容な法を採択し、公開法を執行するということだった。このコミッショナーの到着は植民地政府にとって心配事項であり、レバレットは国王にあててコミッショナーの召喚を求める請願書を寄贈する委員に任命された。彼らが寄贈した文書はマサチューセッツの認証を否定し、その独立をなし崩しにするために派遣された悪の代理人として、 コミッショナーを表現していた。フィリップ王戦争中の1675年、マウントホープのワンパのアグトリデを占領する様子を描いたハンガーレ・バレットは1671年から1672年、リチャード・ベリンガム総督の下で副総督を務め、ベリンガムの死去に伴い、その地位を承継した。その総督としての任期は、フィリップ王戦争のゆえに注目すべきものとなり、 植民地に対する認証についての脅威も高まり、1684年には取り消されることになった。植民地は1677年にメイン地区に対するフェルディナンド・ゴージズ教の利権を買収することで国王を怒らせた。そこはチャールズが息子のモンマス公爵、ジェームズ・スコットのために取得するつもりでいた。チャールズはニューイングランドの植民地に エドワード・ランドルフを派遣した。1676年、ランドルフは、レバレットが、植民地は、国王の統制が及ばないと考えていると報告した。彼は、国王陛下や議会が作った法は、何者も強制しないが、植民地の利益に合うものは従うと、私に自由に宣言したと報告していた。レバレットは、宗教的な寛容さを好んだが、そうではないものが、 植民地には依然として多かった。バプテストは、レバレットの人気中に、ボストンで礼拝を公然と始めることができたが、1677年に成立させたハンクエーカーの厳しい法については、クエーカー教徒の歴史家から批判されてもいる。バプテストに対する寛容さは、ボストンで長続きしなかった。サイモン・ブラッド・ストリートが総督になった後の1680年には、 追放された。レバレットは1678年、79年3月13日に、総督罪人のまま、尿路結石からの合併症とされるもので死んだ。ボストンのキングスチャペル埋葬所に埋葬された。レバレットの子孫には、孫で、ハーバードカレッジ第7大学長を務めた同盟の、ジョン・レバレット、20世紀に、マサチューセッツ州の知事を務めたレバレット・ソルトンストール、がいた。 マサチューセッツ州レバレット町はレバレットにちなんで名付けられた。コットンマザーはレバレットのことをフリーマンとしての感覚が低い地位から国内の最高位まで素早く昇進させたもの、その勇気がその若き時代の軍事行動で大いに推奨され、その知恵と公正さがその年長者から教えられたものだと記していた。ありがとうございます。